はい、おはようございます。おはようございますってもう昼前なんですけどね。昼か。はい、一礼。今日は一人ですね、僕。安倍の神社、安倍の神社に参りました。あの安倍の神社っていうのはね、あのもう一つ向こう側にもあるんですけど、こちらはね北畠親房さんをお祭りしている。これ一丸一対の宮、お百度ですね。お百度参り、ね、よいしょ。青いですね。ちっちゃい子がお参りしてます。お利口さんやね。さて、試着を使わず、これコロナですね。よいしょ。ではお参りに参りたいと思います。普段はね、平日いつもお参りさせてもらってるんです。近房公はね、あの基本的にあの太平記でしたかね、大河ドラマ、それに習えと画面も揺れたりして、ごめんなさい。神は人の、敬いによって意を増し、人は神の徳によって運を添う、言葉ですね。よいしょ。ではちょっとお参りさせていただきたいと思います。よいしょ。よいしょ。ご本殿にはね、北畠親房公、ラキーエコーがね、ご祭神としてお祭りいただいております。見聞中高についてね。子は親の心を実践する盟友である。肉体は精神の象徴、病気は生活の赤信号ね。ちょっと心筋梗塞で倒れちゃったんでね、僕なんかはあの赤信号灯りっぱなしですね。もう赤信号ついてるんですけど、で白蛇さん、御霊降りの道ですね。牛さんということですね。ご神道、働きは最上の喜び、御霊不倫の道、こういう感じですね。この奥宮の参道にね、時々こう僕休みの日とか一人で来るんです。信ずればない、憂えれば崩れる、神聖万事。でこの御霊降りの道を出て、ちょっとね、なんで神社案内を僕がしてるのかあれなんですけど、こういうふうに身長から言うとこんな感じ、ね、低いです。でよくあのYouTube とかであのお好きな方が多い、これ稲荷神社のところです。よいしょ。これ西洋戦記念ですね、記念碑。だから日露戦争ですね。日露戦争と東郷平八郎、
戦争遺跡って言うなら、あの日露戦争のが多いです。あとね、あの手塚山とか、あのこの辺、あの芸能が多いんですね。すごい高倉の大名寺、豊受稲荷大、そして白鷹の大名寺ね、白鷹言ったら あちらのお稲荷さんですね、あの伏見の、写させていただきます。これは芸能の神様ですね。皆さんご内してやってあります。お稲荷さんね、狐の神様がお祭りになってます。これ中まで入れるんですけどね、僕はあの芸能じゃないんで、よいしょ、横から失礼いたします。でお百度石がありますね。なんかここで踊ったりしてる人を見たことあるな、そういえば。これが先ほどね、あのお稲荷さんのところの横から見たところです。ご立派でしょ。ねねえ、牛、トラ、ウで、こちらにもお稲荷さんいらっしゃいます。ここまで来たらね、あの観世流能楽師の方とかで、あとはね、大谷一族、大谷雅子ちゃん、お父ちゃんって言ってあった人ですね。ここまで来たんで、それだけはわしに五色の布を下にお引きください。信をするずべからず、よろず芸に通じ、ね、だから芸能の神様ですね。これなかなかね、低くてね、怖いです。怖いててね、ちょっと怖いです。よいしょ、こんな感じになっちゃうわけです。ここもね、あまり来られる方がおらへんのでね、こなしてこう映像に残す人も少ないんじゃないかなと思います。まあ今日はね、日露のあの戦争、それのね、あの記念碑、記念に来た方、これをご案内したくて来たんですけど、それ以上にね、いいでしょ、でここがね、あの歌の道ですね。北畠ちかさほ、これのね、あのあとはここにね、皆さんが書いた歌とかね、そういうふうなのをずっとこういうふうにね、あの飾ってる歌の神様でもありますね。風情あるんです、静かで人来なくてね。大阪ナンバー北極ね、アイスクリームのとこですね、うん、静かでしょうね。まああの最後まで行くもなんなんですけど、ちょっとね、今日はね、北畠神社、通称ね、安倍の神社、これをご案内させていただきました。だから芸能関係の方非常に多いですね、ここ来られるの。浅野敦子もなんかこれご奉納してた仕事かな、確か、うん、みんな見に来てはりましたね。神社、どうも今日はご案内させていただきます、ありがとうございました。みんなとね、あのいつも写すんとは風情が違うんですけど、こういう神社の姿、うん、こういうとこで、あのなかなかね、あのご案内することもないんで、これを今日はご案内したくて
一人で写しております、なかなかね、静かで好きなんですよね。いつもここに来るの。安倍の神社自体はね、結構歴史あります。はい。今日は北畠千房公の由緒ゆかりある、安倍の神社、皆さんにご案内させていただきました。一人なんでね、なかなか自分自身を写して何をするっていうのはうまいことできないんですけど、まあここはね、皆さんにご案内したいなと思ってたんで、ほんまにね、町の中にあるね、オアシスみたいなところ、見てくださいね、ほらすごいでしょ。空も綺麗し、ここはね、本当にいいとこなんです。まあ、こういうところで北畠千房公ゆかりの、安倍の神社、本日はご案内させていただきました。どうも皆さん、ではありがとうございました。